三遊亭湾竹は、落語家、落語協会所属の二つ目。門三つぐみ立花。出林、小丹屋。本名、延川博司流。1982年12月1日、滋賀県大津市出身。石山高校を経て、北九州市立大学文学部人間関係学科を卒業。20歳より約7年間、福岡を中心に、 バンドのボーカルとして、ミュージシャン活動をする。2010年、東京の寄せで落語を聞き、落語家を志す。2011年4月、三遊亭窓家竹に入門する。2012年4月、前座となる。前座名、ワン岳。2016年5月、柳屋慶花、三遊亭風竹と共に二つ目に昇進する。滋賀県出身者として、初の江戸落語家である。 2017年3月、第16回相模原、若手落語家選手権準優勝。同年同月、第4回今夜も、落語付け優勝。同年8月、NHK ラジオ、真夏の話術2017優勝。2019年、落語協会、社落祭のドジマン大会優勝。2020年1月、BS 富士、ザブマイナス1グランプリ優勝。 同年9月、第31回北トピア若手落語家共演会、大賞。笛などの鳴り物を得意とする。2019年2月15日、日本武道館で行われた、落語カフェ10周年記念平成最後の武道館公演に出演。佐田正史本人の前で、秋桜を熱唱。ミュージシャンの時に夢だった、武道館での歌唱を実現させた。ありがとうございます。